よろしくお願いします。ということで、今回もですね、めちゃくちゃ久しぶりの回、投球上げかやっていきましょう。現在ね、僕の回研究レベルは257なんで、ちょっとねやっていきましょう。お願いします。まあ適当にね、ここからいっちゃいましょう。さあ何が来るかな、最初何が来るかな。いや結構やってる人いるんだね。ウルクスス、ウルクススか。まあ最初はいいでしょうね、ウルクススは。いい感じ、いい感じ。さあ皆さんこんにちは、おはようございます。久しぶりの TikTok ライブということで、何ヶ月ぶりだろうな、3ヶ月は経ってる気がする。3ヶ月ぶりぐらいの、え、早い。ちょっと待って、これこれ混ざる前に終わっちゃうやつじゃんこれ。ちょっとさあ双剣使いがいきますよ。あ、これ、やばい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 。終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう。待って。ちょっと、混ざりたい。少しは、ちょっと触らして。少しは触らして。あ、やばい。しかも、食ってくんの忘れたじゃん。焦りが。やばい。ちょっと待って。飯食うの忘れたよ。まあ、いけるでしょ。これぐらいだったらいけるよね。ほらほら、とりあえずよいしょ。音とかどうですか皆さん、ちょうどいい感じですかね。あ、危ない。おい、いけるでしょ。よし、早すぎる。さすが、いいね。まあこんな感じで、300とか、なんか、回、投球ですね。回研究、300レベとか持ってる方は、ぜひ、一緒にやってください。ちょっと、レベル上げを皆さん、手伝ってください。よろしくお願いします。よし、いいね。さあ、普段はね、YouTube で生配信とか、動画投稿もしておりまして、ぜひね、そちらも皆さんチェックしていただければなと思います。さあ宣伝はやっぱ大事だからね。よし、いいんじゃないか。さあ OK。 さあ皆さんよろしくお願いします。めっちゃこれ、ほんと久しぶりだから、どうなんだろう。皆さん今日は、あれですか、学校とかお休みなんですかね。皆さん、どうですか。ちょっといろいろと教えていただければなと思います。ちょっと待ってね。少しばかり宣伝をさせてください。これでいいんじゃないか。はい。お待ちしておりました。さあ。まあとりあえずこんなんでいいでしょう。またお越しください。今日の目標、とりあえず260ぐらいまで行きたいね。結構高いっすよね。300ってなかなかさ、アップデート5以降もやってたけど、なかなか上がらないんだよね。この回避投球って。本当に難しい。300とかこう、張ってくれるね、人がいるんだったら、上げれるけど、なかなか上げにくいよね。皆さん、どれぐらいですか、レベル。
投球レベルどれぐらいですか。あーいないか。こうなってくると辛いんだよね。混ざれるところがないからさ、この午前中っていうタイミングが、いやーそれやってないよね。やってないよね。生さん、生さんです。どうもこんにちは、よろしくお願いします。いやーやってねえか、くそ。下げるか、これぐらいまで下げるか。あ、お久しぶりです。どうもよろしくお願いします。めちゃくちゃちょっとね、久しぶりの TikTok ライブということで、まあなかなかね YouTube も、あー、全然全然、生配信もねなかなか最近はできてなかったんでしょうがないっす。まあやりたいんだけどちょっとねなかなか時間が取れなくてですね。やべえ、250もいないの。ちょっとこれ大変だね。45でどうだ。よし、いやーこれきついなー。自分一人で行けばいいんだけどさ、やっぱり一人でやるのなかなか難しいんだよ。もうここぐらいのレベルだと。今日怪我して病院いるんで参加できないです。あ、全然大丈夫ですよ。そこは全然大丈夫です。まあやれる人いたらっていう感じでよろしくお願いします。さあ、やっぱこの時間帯ね、あんまりあれですよね、なかなかいねえんだよな同じ体が。絶対もう300レベルか、まあ、100以下かっていう感じで結構分かれてると思うんだよな。そのこの中途半端な250とかさ、あんまりいないと思うんだよね。ここまでやってる人だったら絶対もう回投球カンストしてるみたいな人が多いから。やべ、あーバルやだ。よいしょ、危ないね。一応まあ参加型みたいなところもあるんで、混ざれる方教えてください。危ない。うーん、つらいね。あーざす、意外とノラって優しいな。優しい、優しいノラもいるけど全然優しくないノラもいますよね。やべ、さあ線香とかもさ、あんまノラを使ってくれないイメージがあるから。やべ、くっそ、ぜひ皆さんハートとかいろいろとよろしくお願いします。ぜひ画面をタップしてハートいろいろとお願いします。え、どこで落ちた今。諦めない、いやーマジでごめんなさい。どこで落ちた今。そんな体力減ってたかな。マジか、ほんとそれはごめんなさいです。あぶれ、よいしょ、やったれ。
あらあらあら、ほい。さあチャンスタイム。もうね、僕最近しかもう使えなくなっちゃったわ武器。もうこれ以外さ、いやいや強すぎだよこれ。ごめんなさい、ノラあれだねとかやってるけど、自分がめっちゃペース乱してますねこれ。ごめんなさい。いやマジか。こんな強い、バルファルクってこんな強いか、マジかよ。できるだけ巻いて、いやもうこんな二つしちゃったからさ、もうこんなもう混ざれないでしょ、普通に戦うのもう混ざれないでしょ。もうこういうね、あの回復役に徹しますよ。もうこんな申し訳ないマジで。うわ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 、よっ、あやばいじゃん、やばいやばい、うえやー、もうしばきに普通に戦犯です。戦犯かました、ごめんなさい。かーこれはちょっと申し訳なさすぎる、本当に。マジか、バルファルクってこんな強かったか。うわーやばいね、ちょっとこれはマジで申し訳ねえ。今後ともご引き、お叫んです、よろしくお願いします。これナオトさんでいいのかな、よろしくお願いします。生地だと申します。さあまあこんな感じにちょっとね、あの適当にこう回投球を上げるという、まあ、目標は、まあ、300ですけど、今日の目標は260ぐらいまで上げたいなとは思っております。現在257ぐらいで。ワンパンだったんですか。そうですね、なんか食らったらお釣りました、そして3オツかましてしまいました。マジで申し訳ないです本当に。いやーもうここら辺のさ、塔の秘境の大名槌とかそういう古流系はやばいのよ、強いからさ。ちょっとできるだけ戦いたくはないんだけど、しょうがない。さあちなみにナオトさんもやってるんですかね、あのモンハンどうなんですかね。さあまあいろいろとモンハンシリーズはやっておりまして、サンブレイク以外のワールドとか、まあ最近はあんまりできてないけどトライ G とか、あー解毒薬持ってくの忘れた。まあ大丈夫か、あやってるんですね、お仲間ですね。ないよ、危ない危ない危ない。どれぐらいやってる方なんだろうか。あちなみにこのあの放送ちょっとアーカイブとしてサブちゃんの方にあげたいと思いますね。あっ180ちょっと、いやでも結構やってる方じゃないですか。あ切断されましたあるあるだなこれ、最近のあるあるやこれ。こいつ使えねえって思ったらなんか切られちゃうっていうあるあるだなこれ。
いやー、そんな使えなかった？そんな中遊んでたように見えたかな？悲しい。切られたの悲しいな。めちゃくちゃ悲しいな。そんな遊んでたかな？結構必死に戦ってたけどな。マジかよ。多分あれだな。このルーム建てた人に、あ、こいつ使えねえって思われたんだろうな、今の。ひどいよ。ひどくない？休んでばかりもいられない。マジひどいな。いや、もう一回入るか。ちょっと。もう一回入るでしょ。入れないかな。大名土だったら多分、またあの人に入るけど。大名土。ああ、やばいこれ。また入るぞ。で、また切られるぞ、これ。いや、だってやる人いないんじゃない？この時間帯。絶対切られるじゃん、これ。やだなぁ。切られるの分かってる前提で入る。あ、あった。ああ、よかった。違う人だった。よかった。この人は優しい人でしょ。多分。いや、マジでさ、遊んでるように見えたら、すぐ切られちゃうから、ノラの世界って。本当に厳しい世界ですよ、これ。こうやってアイテム選んだだけでもさ、あ、こいつ遊んでるなと思われるから。この時間帯はなかなかいないですよね。いや、そうですよね。前だったらさ、前っていうか、あの、発売当時だったらね、全然いましたけど、もう、やってる人、なかなかいないでしょ。本当に根っからのモンハン好きか、まあ最近やり始めましたぐらいの人しかやってないから、本当にちょっと数は少なくなりましたよね。なかなかマッチングもできないし。さあ、バルファルクから行くか。さあ、よっ。いや、この回答引き分けがさ、ほんと300まで遠いんだよね、ほんとに。まあ最終アップデートで回答級やだよ。カンスト来るかなって思ったけど、999。それはカプコンさん優しかったね。300で終わったけど、なかなかやっぱきついものがある。普段はですね、 YouTube の方で配信とか動画投稿しておりまして、まあ、TikTok も上げるには上げるんですけど、まあショーツメインでね、ちょっと TikTok 上げております。ぜひ ご興味のある方、フォローやご視聴ぜひね、お待ちしております。いや、そう、いやー、わわわわわ、ちち、200行きたいですよね。200で終わりじゃんって思って、アップで3か4くらいか思ってたら300出たから、あっか、220まではねちゃんとやったんですよ、カンストになるまで。これ以降がちょっとサボっちゃった。あ、アキさんじゃん。ファルファルクかっこいい。いや、こいつはいつになってもかっこいいですよね。やっぱ人気だよな、バルファルクって。意外と、意外とで、顔見てみるとそんなイケメンでもない、この魚顔してる、このバルファルク。意外とね、こう全体像、こう引き気味の全体像で見たときはすごいかっこいい、うん。こうね、こういう攻撃とかもかっこいい。あ、フォローありがとうございます。全体像で見たときはかっこいいんだけど、この、頭だけ見て、頭だけ。意外と、意外とほら、
意外とじゃない僕も開国スバルにボコボコにされました。さっきバルにボコボコにされたからね、3を捕まえちゃいましたからね。本当にマジで注意てか一番強いと思ったよ、あの出た当初怪異克服いろいろ出てますけど、やっぱこいつが一番強かったね。一番強いキャラだと思います。一番怪異克服の中で苦戦した。その次テオかな。うわえうい意外とシャガルは全然いけた。原初より嫌い。あーあーまあ原初もまあ慣れたら慣れたか。あの最終のねあの9連攻撃くらいをかけちまえばまあ原初も意外と体力少ないからいけますよね。皆さん参加ありがとうございます。ぜひぜひフォローなどいろいろとお願いします。まあこの時間帯のモンハンはあまりやる人がそもそもいないから、みんなだって学校とかでしょ、学校お仕事でしょ、なかなかいないと思うんだよね。危ないよ。ほら、誰か、総流。ああ、総流 しないから総流しようかなと思ったら、いやータイミングが合いませんね。すごい。外人の方いるな。シャンクスフォーデリシャスビーフジュース。ブ何ブビーフじゃねえよ。何これ何ジュースって書いてた。いやというよりもね、あれですよね、サンブレイク初。いやだからさーし、マジかい、諦めない、やべえな。そんなにこれ強いんだ。こんな映ってたっけ。え、原初じゃねえ、克服バルファルク、こんな強いか。さてマジかよ。えぐいんだけど。狙われてるぞ。燃えてきた。本日で悪く思うな。いや、マジで怖い。マジで怖い。皆さん、ご参加ありがとうございます。ナマシと申します。よろしくお願いします。危ないよ。危ない。と誰か先行使って、落ちないんか。ナイス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 。いや、ここのここのノラさんはマジで皆さん強いお方だ。おい、
どうだ。皆さんご参加ありがとうございます。意外とあれなんだね、ライブこう見る人いるんだね。ありがとうございます。やっす、最高のタイミングが引かない、引かないわけないよね。ここどう、いやーマジこのタイミングがダメや。もちろんもちろんもちろん、ナイス、体力多い、いけ、やったよ、やってやってやって、よしよし。いやでも大なづちでしょ、このあとこのあと大なづち、大なづちがちょっと結局なんだよね。さあぜひぜひ皆さんフォローとかいろいろとよろしくお願いします。騎士の誇りにかけて、ちょっと大なづち行きますか。皆さん参加ありがとうございます。いろいろとハートもお待ちしておりますんで、ぜひよろしくお願いします。ちょっと待てよ、これゲートクやな。よし、普段はね、YouTube の方で生放送やら、動画やら、いろいろやってますんで、モンハン関連の、やつをね、大体やってますんで、ぜひ皆さんそちらも、よろしくお願いします。さあ、ここや。ここや、ここ。まずは一つ。いや、さっきちょっとね落ちてしまったから、ここでいろいろとみんなのために働こう。よっ、線香は、よし、線香しか勝たない本当に。あ、ソーリー。いやー、ちょっとタイミング逃すんだけど、あれ復活させようかな。ソーリー出て攻撃のあれ、絶対自分が乗った方がいいよね。これはちょっと回復して周りを見ながら、ね、ナイス。いやてか上マジでありがたい。このリコーダーいいよな。どこだ、ここら辺で出しとくのはどうでしょうか。ヘビ毒せ、毒みんな嫌でしょ。回復、これ回復だ、回復タイミング、おい、そのタイミング回復しといて、ちょっと白滝入れて、よし、ナイス、オッケー、ミキリストナイス、いや強い、
今回のノラ強い。あべ。おい。これはちょっと回復。もうノラといえども協力必要でしょ。協力。協力していかないとね。ノラだからどうでもいいやとかじゃなくてね。協力していくよ。これで元通りだ。解毒と追いかけるぞ。そっちか。まあいいでしょう。一時撤退だ。さあ皆さんモンハンやってる人がねほとんどかなと思うんですけど、武器何使いますか。皆さんはちょっとコメントで教えていただければなと思います。何使ってますか武器は。僕はちなみに双剣もう一択ですね。前までこんな双剣を使う人ではなかったんですけど、もう最近はもうずっと双剣しか使ってない。もうサンブレイクで双剣がね自分にハマっちゃったんで、もう過去作やるってなってもやっぱり双剣になっちゃうね。お、ハローさん弓、ナオトさん双剣、お、双剣同じ弓使える人さ、ほんとかっこよくね。まじすごいと思う。尊敬。あれ難しいっしょ。でもまあ慣れてる人だったらやっぱ弓別にって思うんですけどさ、あれエイム力試されるじゃん。あれむずいよ。やっぱ僕その FPS とか TPS とかそういうシューティングゲーはねちょっと無理なんですよ。だからそういう人からしたらマジであれを使えるのマジすごい、マジすごいなと思います。逆によし、双剣はただもう殴るだけだから。これだってほら、シンさん初見です。あ、そうだっけ、初見さんだっけ、シンさん。嘘、あ、ちょっと協力しよう、協力、協力、協力しよう、協力。ナイスナイスナイス。いや、ここのノラマジで人が良すぎる。ナイス。メインは総中魂です。お、総中魂ってなかなかいないよね。いいのかな今結構使ってる人、珍しい系に入るんじゃないですか。まああの X 回収がねやっぱ僕的に難しいから、操縦コンだってさ、やっぱ各部位によって X 違うじゃないですか。赤黄色白か、あれがねどこでこれ手に入れんのみたいなことがやっぱ多いから、ああそれはしょうがない。マジ難しい。もうこれ攻撃はただ殴るだけだから。 X 虫変えれば、ああ、あのビートルくんかな多分。あれですよ、なんとかビートル、なんか2種類持ってきてくれるやつですよね。いや、あの子いないともう無理。絶対みんな総理しないから、ここもこれやっちゃって、いい。ああ、これ当てとけばよかったけど、まあまあまあ、しょうがないしょうがない。守ってくれるの、総理しようよ。総理してくれた、オッケー、ナイス。やべ、ちょっとバフェル、ちょっとダウンさせて、マジ頼む、ちょ、やって、あえこれはおもろい。やばい、そうなってくるとやばい。だよ、ここで落ちるのもったいない。あ、フォローありがとうございます。操縦コンは空中戦でもできるので、めちゃくちゃ、あ、そうす、いや楽しい、いや使えたら絶対楽しいと思いますよね。あれ直しておいた。いやだってよし、オッケー。双剣だってまあナルハとかああいった
やつらは空中戦、ちょっとした空中戦ができるからめちゃめちゃ面白いなぁと思ってたけど、ありがたく、それ大切に使う。確かにね、空中も使えちゃうっていうところがやっぱ総中高のいいところですよね。確かに。さあどれぐらい上がるかな。多分258ぐらいかな。なってこれどうやってみんな上げてるんだろう。もうあれなんかな、バズル集会とかそういう感じなんかな。結構前に流行りましたけど、空中戦は早中婚の特権。確かに、だってあと空中舞えるやついる。冒険、まあ、ガンスはあれどうなんだろう。ガンスも飛ぶようになっちゃったからね、今回から。あんな重たい武器でさ空飛ぶってほんとすごいよね。皆さん参加ありがとうございます。会いたかったよ、ありがとうさん。そんじゃね。さあどれぐらいだ。さあ258いった。お待ちしておりました。これね。またお越しくださいませ。さあまた混ざるよ。混ざるよ。混ざっていくよ。これぐらいどう。来い。来るでしょ。最近いるんだよね、明けのシュルムさ、めっちゃ回る人。昨日もこの怪異投球やってたら明けの、ここなんだ、明けのシュルム。力が満ち溢れてくる。ここの明けのシュルムはちょっと初よ。怖っ。絶対強いでしょ。いや意外と舐めてたらやばいですよね、明けのシルム。これ強いよ、ここの。ちょっと怖いんですけど。あ、でかっ、でかっ。これ持ってこう。いつ眠らすかだな。さあどうなんだ。いいだ、そのモード。あぶない。意外とあれだね、まだある人多いね。意外とまだまだね、サンブレイク盛り上がってるよね。多分まあ全盛期から比べると10分の1ぐらいな人数だろうけど。次のね、新作まで多分あと半年ぐらいあるとは思うんですけど、半年以上か。まあ来年には発売でしょう、新作は。それまでサンブレイクどうだろうね。逆に盛り上がるかな。多分新作発売決まったらまた盛り上がるだろうな、サンブレイク。もう、ヒントかな？眠らすか？じゃあ、眠らしちゃえば。眠らしちゃえばいいじゃん。はい。爆弾置いていく。頼むよ。はい、いいね。超し。出力攻撃いいっすね。
ですよ。一応こっちにあの僕が仕掛けたシビルアーナあるから、これ一応皆さんあの使ってくださいね。そこに僕仕掛けたシビルアーナあるんで、こっち来れたらぜひ来てください。こっち、あれ、あるシビルアーナ一応僕仕掛けたんで、ちょっと明野さんちょっとかかってもらえないでしょうか。あー、これは無理っぽいね。こっちで砥石やりますわ。全然僕の方見てくれないけど、明野さん全くもう眼中にねえっていう感じだね。全く見てもらえず。明野さんあ、こっちあります。こっちあるから、おい、来て、はい、偉いね。偉すぎる。なんなのその攻撃は。いや、じゃあ いいよ。ここに、あ、こっちね、押しかけたから。皆さんご参加ありがとうございます。やばい、ちょっと協力、あ、はまっていく。落とし穴はまっていく。ソーリュータイム？やってくれんでしょ？やってくれんでしょ？やる、任せて。ソーリューは任せてくれ。こっち行くよ。よし。完了。やるじゃない。いいのさせたな。さあどうでしょうか。あら。どんな感じでしょうか。ぜひいろいろとこの回答級やった方がいいよとか、なんかいろいろテスト持ってる方ぜひ教えてください。一緒にやりましょう。そうよ、決まって。よし、決まるか。あ、ナイス。わあ、それすごいナイスすぎる。あーさん、メルゼナかと思った。メルゼナかと思いきやこの明野さんです。明野さんここに明野シルムっていうすごい面白いクエストになってますけども、さあ勝っていく。無駄にはしない。もらっていくぜ。皆さんハートもありがとうございます。素材いただき。よし、 OK。さあ、明野シルマはどうなんだろう。あんまり経験値もらえないか。意外と強かったんだけどね。もらえないか。さあ、皆さん、早起きですね。ちなみに、あれですか、今日は皆さんお休みなんですか。なんかさ、学校とか、まあ平日だから学校とか仕事とかそういうのある方大体ほとんどそうかなと思うんですけど、
か、あ、まあ、大学生だったらあれか、1限目1校目休みとか、そういう人はあれか、暇というか時間あるか、どうなんでしょうか。あ、夜勤の人もいるね。そう思ったら、さあこれでどれくらい、あー、やっぱ全然上がんないね。きついわこれ、上げるのきついわ。みんなどうやって300まで行ったんだろう。やっぱ300を張れる人についていくっていうのが一番多分手っ取り早くレベルを上げる方法なんだろうな。だってこれキリがないもんね、このやり方は。さあ入れるか。いやー、まあ入れないよね、こんな絞ったら。こう56とかぐらいかな。入らせてくれ。ないね。これぐらいだったら、ダメっすね。無理だね。じゃあ自分で貼ろうか。お待ちしておりました。この異変を終わらせないと。シャカルとか人気なんじゃない。参加要請ちょっとやってみるか。じゃあどういう人たちがね入ってくるのか。あれでいくか。じゃあ、あの装備でいきましょう。キッキ号外強化型でいくわ。キッキ号外強化型。これはなかなか扱いにくいちょっと武器なんですけど、血気口外強化型なんで、まあ最初はねあんまり普通に行った方がいいんだよな。だね、最初は。こいつが V 破壊なってからがもう本番だから。あーべ、いやー強い強い。やっぱあれなんだよね、張ったらみんなこう入っていってくれるからね。あぶね、いーやばい、終わったかも。ちょっと一人じゃ何もできないんだよ。シャガルこんな強かったか。あれ、はい、させてくれ。やべ、いや、お待たせしました。よくみんなでクエストを成功させるんだ。危なくなったらちょっと強化しようか。燃えてきた。感謝します。担ぎてきた。おかげさまで。そうやって飲んで。いいだ。待てよ。ちょっと準備しといて。気をつけろ。
これ V 破壊してないと全然ダメなのよね、これ。辛い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 。あ、辛い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 。あ、辛い。あー、辛い辛い辛い。辛いわ。強化辛いよ。ダイソーが半端ない。うわーうわ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 。でかいね。あ、それはナイス。しゃあない、それはしゃあない。うわあ、あとちょっと、いやもうマジでこいつやばいわ。やっぱマルチでやるとこいつの強さが分かってくるな。ソロだとね、意外と冷静に対処できるんだけれども、よっ、さあ来たクリア界まだか。クリア界研ぎまして、ナイス。だってこれ破壊王ついてんだよ、全然じゃん、全然破壊王じゃないこれ。破壊王って何っていう。そんなにか。痛すぎる、やばいんじゃないそれ。やばい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 。あ、よかった、そっちか。いや、はい。ぶち割れ、ぶち割れ、ぶち割れ。マジ？きつい。シャリさん、よっ。いや、破壊できない破壊王、破壊できない破壊王なんだけど、結構頭ぶち抜いてるけど。あら、この強気の砥石。
打ち合っていくよ。あ、やべ、それはダメ、ダメだ、まずいな。やっと、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 やっと破壊、やっと破壊。もう、この時を、どれほど待ってたか。いいっ、よし、もうここからよ、ここからもう血気の力がもう存分に扱える。ああ、まあ別に、いや、掴みされてもまあいいですよ、受けてたと。あ、ありがた、怖い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 、よいしょ、やっとケーキ覚醒入っていく。あ、それはあかん、それはあかん、ちょっとタイミング見ながら回復、回復して、大丈夫？気をつけろ。あべい。まさしさん、はじめまして。こんにちは。よろしくお願いします。これはね、絶対落ちてたけど。あ、待って、ピヨらないでよ。ピヨったら終わり。いいね、ありがとうございます。皆さんご参加ありがとうございます。現在ですね、怪盗級上げですね、緊急レベル上げを、まあ、ちょっとやっておりますけどっていうところですね。いやーいや、体力多くねえか。もうこれ強化で行くしかさ、もう怖くて無理なんだよ。はい、いや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 、ごちゃ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 してんな。え、どこどこ、どうなってんのこれ、やべ、やば、やば、やばい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 、危ないよ。あれ、ツネさんって違うか、あのツネさんから双剣使えるようになりたいな。いや、これね、誰でも使えると思います。やば、ちょ、回復できないわ。すっごい長期戦なんだけど、これは逃げずにここで戦いたいんだけど、ちょっと、ほら、どうよ、やっぱり200回はすごい嬉しいんだけどさ、よっ、よしよしよし、もうちょいもうちょいもうちょい、頑張れ、
ノラども頑張れ、行け、よし、ノラども、さあ今だ、頑張れ頑張れ、ノラども頑張れ、もうちょいや、時間かけない、よし、いや、よくやった、よくやった、ノラども、ノラどもよくやった、無駄にはしない、失礼します、いや、ありがてえ、一時はどうなるかなと思ったけど、頂戴します、いや、あれだな、やっぱ意外とっていうか野良の人いい人多い気がするんだけどな、やばいっていう噂ね結構聞くけど、いい人多いと思うんだけどな、特に多分今回だとこの人とか、 ありがとうございます、よし、ちょっとお水飲みますか、よし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 、さあこれは何の飲み物のだか当ててください、絶対当てれないと思うけど、この効果音だけちょっとね流すわ、え、センシティブな内容に関する警告って来たんですけど、なんかやった、なんかこのゲームは低年齢層に適しませんって出た、なんでモンハンってダメなのかな、まあ一応さゲームのあのなんだっけ年齢のやつは C になってるけどさ、だなんかセンシティブ、そんなセンシティブなったこれ、なんか警告来たんだけど、おぼろ書きしかわからん、あーでもそこが使えば使えれば何でも使えるんじゃないですか、だってあれがさできる人って大体モンスターの攻撃を見切ってる人だから、見切れてる人だから、多分ねタッチとかでもさいろいろ見切ってやる、誰でも使えると思うけどね、双剣なんて本当に殴るだけ、もう何も考えず殴るだけだから、めっちゃ戦いやすい、ほらタチとスラークしかできん、やっぱりあの方だね、やっぱりこのチエさん、僕が思ってるあの方だこのチエさんは、いやどの知恵、あの知恵だ、あの知恵僕が思ってる知恵さんかもしれない、いや、ま、いや、シャガル多いよ、この人全然動かないけど、え、動いた、力が満ち溢れてくる、シャガルいいわ、さあ、あ、ちょっと待ってよ、カエル、え、ん、なんかこの人全然行かないんだけど、全然言ってくれない。
ダメだ。動きません、この方。動いた。ちょっと、抜けようかと考えたけど。あ、大丈夫だ。あ、よかった。え、めっちゃうまい方この人。なんかうまそう。雪姫さんめっちゃうまそうじゃん。なんか、あれだな。例えば、LINE とかなんか、そういった、やっぱ変身してたんだな、さっきの。あっちは。エンサーとバルファルクって言ったか。いや、かっこいいよね。いいよね。そこで、エンサーを選ぶっていう、センスが、ありますね。普通にマガドとかさ言うじゃん。そこでエンサを選ぶ、分かってるね。マガイマガドのかっこいい姿、やっぱエンサの時だよね。バルファルクはまあ全体像で見るとかっこいいけど、顔だけで見ると別にイケメンでもないっていう。やっぱイケメンなのはあれだよな、神王がかなとは僕は思いますけど、やっぱ神王が好きだな。さあ、ぜひね、なんか300近くの怪異等級持ってる方いましたら、ぜひ一緒にできそうだったら買ってほしいです。よろしくお願いします。さあ、リララさん、初心者ですがとか言ってるけど、このレベル帯にいる時点で初心者ではない。普通に言っちゃうと、このレベル帯は全然もう初心者じゃないですよね。まあ、僕もちょっと自己紹介の時ちょっと新米ハンターという風に名乗ってはいるんですけど、ほら、あ、ナイス。マリュウさんというのがちょっとあんまり感じ読めないんであれなんですけど、マリュウさん、これさ、顔文字だよね。なんか木工先生みたいな顔文字だよね。更新やっぱ好きよ。更新マジで好きよ。のけぞらないって結構普通にさ良くない。危ない、ちょっとあれだね、少しずつこのサンブレイクに慣れてきたよ。最近ね、実を言うとモンハンワールドの方をね結構やっておりまして、あんまりサンブレイクはねできてはいないんですけど、ちょっとね慣れてきたね。やっぱり小1時間やるとサンブレイク慣れてくるね。ここで落としたらかっこいいけどね。あー、そういうことはできない。あー、終わった。おった。それは無理。あ、それは無理。クエストに失敗した。これは無理。それは避けれない。だからもっと丁寧に運べて。気にするな。めっちゃゲーム内でやり取りしてたけど、だからもっと丁寧に運べよ、気にするなとか言ってめっちゃ煽ってたけど。アイキ使いのかっこよすぎない？やっぱさ、できる人はそういうスキル使うよね。
まして、正直分からん。結構変える人、早替えする人はアイキの方がいいのかな。アイキをね一回も使ったことないから。ああ終わる。前にそういうことするけど、タイム、ダメージ目は、あ、TA 勢なの？マジか、すごくない？ごくたまにだけどさ、 TA とか見るけどマジでうまいよね、マジで。まあモンハンに限らず、いえ全く、あ、いえ勢ではない。そうか、あれはねすごい、すごい境地入ってますよね、TA で。やっぱタイムを出すことにさ、もう必死になってるから、他とやっぱプレイングが違うんで、凡人ハンター。まあ僕も映ったんで、これは何も言えないです、これは。皆さんハートありがとうございます。しかもここで天輪ぶっ、ぶん取りしていく。あーもうちょいだな、もうちょいなんだよ、もうちょいなんですよ、これ頑張りたい、頑張りたくない、もうちょい260まで。いやーもうシャガルいいって、もうみんなもうシャガル、もうシャガル、どこ行ってもシャガル、遂げる。うまくできるかな。あ、また。また雪姫さん。早々にこれ僕消されるんじゃない。さっき全然お前与えられてなかったよなとか言って、早々になんか消されそうだけど。もういいよ、強化でいきますから。これこそ極限状態。あ、違った。強化になってない。よし。これでどうよ。行こうか。最初からぶっ放した方がいいのかな。できるだけ、あ、インスタフォローありがとうございます。あ、インスタじゃねえや、フォローありがとうございます。ぜひぜひ皆さんフォローなどよろしくお願いします。普段は YouTube で、動画配信、そして動画投稿しておりますので、ぜひそちらも皆さんチェックの方よろしくお願いします。モンハン関連で大体は上げておりますので、たまにね、まあ、ちょっと違った、例えばマリオカートとか、なんかそういった部類の動画を上げますけど、基本的にモンハンなので、
ぜひ皆さん興味ある方よろしくお願いします。あとはね、他に Twitter、Instagram、まあ、TikTok ですかね、そういった SNS もやっておりますし、まあ、結構、YouTube の方で視聴者さん同士仲良くなるというかね、そういったところをちょっと設けたいなと思いまして、LINE のオープンチャットに、まあ、生してコミュニティという、まあ、ファンというか、その視聴者さんが集まるところを作りましたんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。大事なところで噛むっていうね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。TikTok のこのライブっていうのは、まあ本当に不定期、まあできるときにするっていう感じでやりますので、不定期ではあるんですけど、まあちょっとね、不定期とは言いつつも、まあ月1ぐらいではちょっとやろうかなとは思ってるんで、わかんない、もしかしたらもっとやるかもしれないし、本当に不定期。よろしくお願いします。よいしょ。さあ、皆さん苦手なモンスターって何ですか？ちょっとコメントいただける方よろしくお願いします。僕がね、苦手なモンスターはね、まあ克服パルファルトでしょ。あとはね、ここのシリーズには出てないけど、ウラガンキンとかね、あいつ嫌じゃない？得意な人いるのかな、逆に。逆にちょっと得意だったら教えてほしいぐらい。裏ガンキンって、ああもう終わったじゃん、終わった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 。いや無理だって、これ無理。いやー、それ無理でしょう、あれは。さすがに諦めないけど、さすがに無理。辛すぎる。辛くない、あれ。強いわ、やっぱ。あと、おしよ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 し、上辺りありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう。よし、上辺りはマジで、いやそっちじゃねえんだよ。眠らそうか、眠らそう。眠る。え、眠らないの？マジ？マジか。灰克服のあのタメ状態入ったら眠らないんだ。それは初耳。あーやばい、うわー、それはまずい。あ、やばい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 、マジでやばい。はい、まずいな。狙われてるぞ。あぶね。よっ、いやー、マジか。あー全然ちょっと、ダメージが入らない。怖すぎ。
助けて。これ強いよね。あれかな、結構あれなんかな、この午前中はやっぱ女性の方が多いのかな、ノラも結構主婦層というかなんかの人たちがやってんのかな、やっぱモンハン名前的にそうじゃない、まあ、分かりませんけど。あぶれ、アカウント、仕事は今日仕事はお休みです。久しぶりのお休みです。仕事はやってますよ。あああ、ライブシェアありがとうございます。ありがたいです。いや本当に皆さんのそういうところを本当にお力になるのでありがとうございます。おいしょ。ここでぶち当てたいね。よし、よっ。あー遠いけど、この前古いスイッチから新しいスイッチにモンハンデータ移したら見事にデータ保存して1回になりました。マジでこれやばすぎ。他の人は分からない。この今視聴者さんは分からないけど、多分まあお仕事休みとか学校休みとか、あとはまあこれから夜勤があるとかなんかそういった感じなんじゃないですかね、わかりませんけど。あ、ゆきさんフォローありがとうございます。いやだからさ、いや僕も古いスイッチというかね、赤と青のさ旧型のスイッチあるじゃん、あれからさ白、いやまだ買わないけど、まあ、バッテリーとかねそういったところ心配になってきたらさ、まあ買うでしょう。もうちょっと怖いんだよねデータ移行が。どうやれば安全にできるんだろうか、分からんけど。あ、アカントさんフォローありがとうございます。ありがとうございます。手順ミスったら終わります。いや怖いって、マジでそこ本当にいろいろ調べていかんとやばいね。自分も夜勤上がりですよ。お、そうなんですね。いやお疲れ様でした。夜勤って僕やったことないんでちょっとわからないんですけど、いや本当にお疲れ様です。マジでちゃんと調べてください。いやマジで調べるよ。私は仕事休みです。お、じゃあ同じじゃないですか、僕も仕事お休みなんで休みかぶりましたね。同じですね。さあ OK、 これで今ね257から買い上げてますけども、これで多分259になるかなと思います。何ヶ月ぶりの休みですか？何ヶ月ぶり？ 4日ぶりの休みです。こんなこと言ったら怒られるかな。4日ぶりのお休みです。そんなブラックではないからね。ちゃんと休みあるし、まあ、有給とかもちゃんと使えるしみたいなところではあるから、全然ブラックではないです。お、私2日ぶりの休みです。おお、いやめちゃくちゃいいタイミングで来るんじゃないそれ。2日はいや最高でしょう。だって2日仕事行った、あ休みだ、わめっちゃ最高ですねそれ。
まあでも僕はこれからね、3連休が、控えてますから、来週に。もう最高ですよ。休んでばかりもいられない。3連休何しようかな。まあ多分やることモンハンぐらいしかないからモンハンになっちゃうけどね、わからないけど。皆さんハートありがとうございます。フォローもありがとうございます。まあ普段こんな感じで、まあ TikTok はね本当に不定期でやってるんですけど、 YouTube とかで生放送と、動画投稿ですね、大体毎週3程度やってますんで、ぜひそちらも皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。なんか予定入れましょう。そうですね、まあ、またなんか生放送とかはしたいね。まあ、あとはなんか近場で過ごすかな。まだ未定です。ちょっとこれから決めていきます。いや、いないか、さすがに。259まで行きましたよ皆さん。やっと259。まあ今日のね目標は260ですので、まああと1回か2回ぐらい行けば目標達成できるんじゃないかなと思ってはいるんですけれども、さあどうでしょうか。まあ全然いないからこれぐらい下げちゃって、入らして、野良さん、野良さん入らして。あ、無理だ、これ無理なパターンだ。50だ、さすがに、さすがにいるしょ、いるよね、それはいるわ。いやもうシャガルももう4連チャン、シャガル4連チャン、もうめっちゃ多くない？成し遂げる。また同じ人だったらどうする。あ、これは初めての人だ。力が満ち溢れてくる。シャガル4連チャンはちょっと辛いですよこれは。よし、ちょっと、あ、この人も双剣だ。よし、仲間っすね、双剣仲間。最高か。平日はそうですね、いや結構ね深夜帯とかもやっぱ人少ないっすよね最近。サンブレイクやっぱこうみんなとりあえず怪異等級300まで行って完走したから、あとはまあアップでもないし、まあって感じで多分離れていっちゃってる人が多いんだろうなぁとは思ってはいるんですけど、まあね、アップでももう終わっちゃったしね、まあしゃあないかなとは思いますけど、まあ僕もねサンブレイクよりも今ワールドの方にちょっと少しねハマっておりまして、まあだからねいろいろ多分過去作やる人多いのかなとは思います。だからこれから多分またねダブルクロスとかスイッチで言うとね、そこら辺がまた熱入ってくる人多いんじゃないかな。あっば、まあ、ダブルクロスはやっぱモンスターのね量というか数が多いからみんなそっちに行くでしょうね。更新。ほら、ちなみにこれ何さんって呼べばいいですかね。スマイルさんでいいかい。ちょっとわかんない、ちょっとわからないけど、やべ、あー怖い。
数百回してからやっぱり強化は使いたいところですね。割ってくれ。うわーマジか。面白いな。これこうなったら、おいちょ、ボン、オッケー、よし、これで、わろわろわろ。あ、いいねいいねいいね。200回なんね。なって。マジかい。とりあえず、とりあえず逃げて、からの、うわ。さあ、皆さんご参加ありがとうございます。おー、ナイス !V 破壊。今回はあれだな。今回の野良の方は、全員双剣使いか。これは、強すぎ。ミコさんって呼ばれることが多い気がします。やっぱり。そうでしょうね。やっぱり。僕も呼ぶなら、あ、僕あれですか。僕スマイルさんって呼んでる。そっか、ニコさん。やべ。まだいけるよ。何がスマイルさんよ。じゃあ呼ばれたことないんだ。僕が初ですね。じゃあ。スマイルさんとか言ってドヤ顔と言ってみたら見事に外れてましたわ。あ、フォローありがとうございます。カキピオさんありがとうございます。斬新な呼び方で、いやー、やっぱなんかちょっと人とちょっとね違うじゃないですけど、なんかね、もう言われるんですよね、よくね。だからそういった違う観点を持ってるかもしれない、他の人とは。ドヤ顔で言っちゃってたからね。あ、いやー、それはちょっとごめんなさい。それはごめんなさい。やばい、これあれだわ、外されそう。これ外されそうですね。いや、ごめん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 なさい、ごめんなさい。いやー、ごめんなさい。いやー、いやー、マジかい。ちょっともう回復に徹しますね。これもう申し訳なさをね存分に発揮します。これで、これでも食らえ、思い知ればいいわ。揺らせるわ。はい、追いかぶさってのかっこいい、かわいい。お前の出番は終わりだ。ほらほら行くよ。よし、OK。いやー、どうなるかなと思ったけど。マジで。ナイスです。ありがとうございます。いいねもありがとうございます。いいね、いいね、いいね。ハート、ハート、ハート。ハート、ありがとうございます。さあ、こんなんでどうでしょうか？上がったかな？これ。上がった？上がったかな？いやー、怪しいか。上がりそうではあるけど、怪しいな。達成してみせる。パソコンでやってるんですか？いえ、スイッチです。スイッチバージョンでやっております。で、まあ、配信とかはね、パソコンでやってます。キャプチャーボードを使って、そこら辺は、やってます。ナイス！
いいねとかフォローとかありがとうございます。パソコンで始めようか悩んでます。あれかな、モンハンのスチーム版ってことかな。いやでもパソコンいいと思うけどね、そのできるぬめぬめ動くぐらいのあのパソコンを持っているのであれば、やっぱりパソコンでやった方が僕はいいかなと思います。そう、絶対画質も綺麗だし、動きとかもやっぱり滑らかだから、絶対スイッチよりはそっちはおすすめするけど、けどスチーム版やってる人がやっぱりスイッチよりは少ないから、マルチでやりたいなっていう人はやっぱりスイッチの方がいいかなとは思います。これあくまで僕の見解ね。そう、やってる人が少ないから、まあ最悪まあソロでもまあいっかっていう感じであったら、絶対スチームやるべき、パソコン版をやるべきだと僕は思ってます。まあ、僕はね結構あのなんて言うんだろう、まあスチーム版でもできるけど、やっぱり視聴者さん参加ねできる人がやっぱり多い、スイッチ版で僕はやってますね。あーまだ59だった。さあ、いやでも全然いいと思います、全然僕は放送とかそういうことを考えないんだったらスチーム版でやるかな。よし、いやもういいってシャガル、もう5連目、5連シャガル。逆にあれなのかな、シャガル借りやすいでしょっていう人多いからこうなってんのかな。また雪姫さんの、この人しか当たらん。さっきもこの雪姫さんだったんだけど、まあよろしくお願いします。潜在能力解放だ、頑張ろうぜ、一緒に頑張ろうぜ、雪姫さん。さあ、いやスラークかっこいいっすよね、スラーク使えるのかっこいいわ、そんな重たい剣を振り回すほどの筋力あるっていう、かっこいいっすね。はい、さあ皆さんご参加ありがとうございます。普段は YouTube でもいろいろと動画配信とか動画投稿とかやってますんで、ぜひねこちらもチェック皆さんよろしくお願いします。現在はですね、257から259まで、レベル上がりまして、今日の目標は260をちょっと目標に、やっているところでございます。あとはちょっとあれですね、なんかこのクエストやっぱ上がりすぎから やった方がいいよとか、一緒にやろうかとか言ってくれる人ぜひね、募集しておりますのでよろしくお願いします。そして皆さんフォローと、ハート連打ですね、ハート連打どれぐらいできるかどうかわかんないですけど、バイ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 、ぜひよろしくお願いします。あるしあるし、さあ皆さんご参加ありがとうございます。もうね、もう何連シャガルやったかもう忘れちゃったよ、5回ぐらい、ガイヒーデータ消えてなかったら一緒にしたかったっす。いや本当に、いや僕もね、やりたかったっすね。油断、いやめっちゃだって強そうだもん、スマイルさんめっちゃ強そうだもん。いやちょっとやってみたかったな。ナイスよ、いやーもう
からすごいことを言っちゃってるんですけど、大丈夫ですかこれ。意外とノラの人あれだね、優しい方多いよね。やっぱ今んところ、え、この人ひどいっていう人いないな。ノラって意外と治安良くない？この時間帯だからかな、逆に。これが例えばゴールデンタイム7時とか8時とか夜になってくるとちょっと危ないんだな、いろいろ。はい、やーだ。ミッチさんフォローありがとうございます。いや、いいっすね、ぜひぜひフォローしてください。よっ、はい、いいんじゃない。やぶし、やぶし、あおし、おっしゅー、おい、危ねえんだよこいつ。ちょっとちょっと頑張ろう。よいしょ、いかんか、やったれ。おし、いいんじゃない、あべ、おし、ちょっと V 破壊、 V 破壊、 V 破壊頼む、 V 破壊しよう、 V 破壊、キュイエ、おぼろがけていく、おぼろがけますよ。さ、おぼろがけと更新発動。よし、あー、それやばい。それでさ、さっきの それで落ちてんの、落ちてんの、おい、ちょっと待って、落ちてんの危ないよ。あ、そっち、どこに来るかわかんないからね、この困るところなんですけれども、はい、先行、先行下手くそなんだよね。いや、ちょっとさ、先行玉うまく使える人ちょっと紹介して。先行玉下手すぎるんだよね、セカンド G の頃から。あ、そうそうそう、セカンド G のね、モンハンからやってるんですけど、当時から言われてました、周りの人に。お前さ、先行玉めっちゃ下手くそだよねって。これで元通りだ。ひどいでしょう。しかもさ、今だったらマルチ別にね、その Wi-Fi の環境があるから離れたところでできるけどさ、当時なんて誰かの家に集まるとか、そういったところでオンラインをやるわけだから、直接言われんの、目の前に、目の前に友達がいて、お前ほんと先行玉下手だよなって。だってさ、こっちだって必死に投げてるのにさ、正面に投げてんだよ。僕だってこう適当に投げてるわけじゃない、正面にこうやって投げてんの。おいし、そうね、めっちゃ難しいのよ。でも一つ言えることは、当時の先行玉よりやっぱりタイミングが早くなったから。あ、ちょっとやばいわこれ、で回復すればよかったね。前なんてさ、投げて爆発するタイミングすごい長かったんですけど、今はもうすぐだもん、パッと光るから。前よりは、いや、危ない、危ないって、それは落ちるわ。どう、はい、あら無理か、
やべ、嘘。あ、まあまあいいけど、強化中だからいいけど。これ、ありがとうございます。感謝。わあ、これ。くそー。克服できんじゃん、これ。ハンターの矛気をつけろ。そっちを狙ってる。よっ。大技にかける。いい感じじゃない？あとは自分の体力バーちゃんと見て見ながら、これしっかり回復しといて、痛いでしょう。いいなこれ。これ更新あるから大丈夫。ちょっと逃げとく、逃げとく、逃げとく。マジ危ないから。逃げとく。狙っていきたいね。さすがに、トイレ行きたい。いや、ちょっと眠らそっか。眠ってきてない？眠ってくれたら見ていいでしょ。眠るかな。はい、眠って、眠るでしょ。くれて、はあ、そっちを狙ってる。眠らないんか。当たってなかった。触れてたけどな、今結構触れてた気するよ。マジか、悔しいな。もうちょいじゃんこれ。もうちょいよ。あと1回行けば260いくぞ。とりあえず今日で行くぞ。頑張っていこう。有機変換、ああまあまあ。今後とも皆さんご参加ありがとうございます。こんにちは。またお越しください。いやこれまたシャガルなりそうだな、怖いな。シャガルはもういいよ。シャガルはもういいぞ。また成し遂げる。いやもういいよ、もう雪姫さん、もういいって。こんなになる、こんな雪姉となりますか。またシャリさん知ってるな。え、あこの人たちさ、あの創建の人だよね。ドッサン。さあ頑張るか。まあメンバーが変わればまた違ったね成長になるでしょう。高まる。違った感じになるでしょう。みなぎってきた。今日はシャガルデーですね。頑張るしかない。これなんか意外とやばいな、この体力。この体力は意外とやばい。今日で学んだ、あの体力は意外とやばいっていうこと。あ、マジか。あぶれ。あぶれ、あぶれ、あぶれ。さあ、皆さんご参加ありがとうございます。
段はね、YouTube で生放送してたり、動画投稿してたり、モンハン関連ね、してますんで、ぜひ皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。昨日もね、動画上げたばっかりなんで、ぜひ、高評価ください。お願いします。おいしょ。まあ、YouTube の方では生放送の参加型とか、いろいろとサンブレイク以外にも最近だったらワールドとかやってますんで、ぜひご視聴ください。お願いします。危ないね。まずは200回したいんだよな。やめて、あぶね、しびれてくれ。あ、してくれね、ありがとう。目標一つ達成。よし、これでよっ、おろうぜ、おろうぜ。破壊できねえか、破壊できねえか、破壊してるんだけど、破壊できねえか。ちょっと怖い、怖いっすね、これ。危ない、危ない、待った。それはやばいんじゃない、みんな。それはやばいと思う、それはやばいと思う。大丈夫、 OK、 ナイス。やべ、いやー、ティオラスも一苦労。いやー、甘い。すみません、ごめんなさい、ごめんなさい。あおー、マジで言ってんの。お、ギフトありがとうございます。諦めない、おこたんさん、ギフト1位のバッジを獲得しましたで出てます。ありがとうございます。ナイスです、ナイスパです。これどうやったらあれなんだろう。あ、バラ、あ、ここに乗るんだ。ありがとうございます。バラ3本いただきました。こういう風に出てくるんだね、ギフトって。燃えてきた、みなぎってきた。まだなってないか、V100 回、 V100 回まだか。よっ、あ、やべ、よし、寄っていく。マジ危ない、マジ危ない。ちょっと V 破壊しよう、本当に頼む、マジ頼む、これで頼むよ。よし、ナイス。
やべ、やばい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 、終わりじゃないこれ。マジで危ねえよー、もう危ねえ。さすがに、ブロ、一応ブロ。いけ。ダウンしてくれー。ダウンしてくれー。エグい。危なー、今強化してなかったら多分落ちてた。来ないよね。あ、よかった、やっとやっとだ。このタイミングを待ってた。角硬くない？角？角？嘘でしょ？やってきた。これでも食らえ！研究員なめんなよ！全身全霊！これは大丈夫。あら、すぎる。よしよしよし、もちゃ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 、もちゃよ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 、いけるよ、いける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 、絶対いける。いやー、これアンパイを切った方がいいな。アンパイ、アンパイを切る。あぶら、あぶねー、めっちゃ範囲は含まれてさ。これでさすがに260なったでしょう。さすがにね。もらっていくぞ。なるべく綺麗に剥ぎ取らないと。よいしょ。よーし、オッケー。お、ウォータンさん、ありがとうございます。しょ、さあ、あとは確認ですね。さあ、どうだ、どうなった。さあ、260かな。さすがになってると思うけどね。よし、オッケー。ということで、260いきましたんで、今日はここら辺で終わろうかなと思います。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。YouTube の方でも生放送や動画投稿ですね、やっておりますんで、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。あと Twitter、インスタも、やっておりますんで、そちらもよろしくお願いします。ということで、以上、生地でした。バイバイ。